矢吹蓮は日本のアーティスト、ファッションモデル、自然保護 NGO 団体、ライフインベスティゲーションエージェンシー代表、2008年9月に矢吹蓮から解明した、長野県長野市出身、4歳よりスキーを始め、小学生の頃から競技大会に出場する。高校時代は長野県白馬高等学校スキー部に所属し、 アルペンスキー競技の選手として大会に出場していた経験を持つ。高校まで往復5時間半を自転車で通っていた時期があり、地方駅伝の大会新記録なども作った。全日本技術スキー2級を中学生時代に取得、1級を高校時代に取得している。イアイドーと山流初段。県大会2位。大学時代にはファッションモデルとして活躍。 東京コレクションでは多数のブランドに出演している。単身で吐伏し、パリコレのオーディションにも参加している。パリコレについては、ブランド側のショーの中止により出演には至っていない。2010年に生物救済を目的とした自然保護 NGO 団体ライフインベスティゲーションエージェンシーを当初2名で設立し、立ち上げから現在まで代表を務めている。 映画デビュー作は、大木博之監督の映画、心の中。女優の広田レオナが初監督した映画、ドラッグガーデンで幼女にいたずらをする大学生の男役の演技で一気に注目される。代表作として、日本アカデミー賞を受賞した、滝田洋二郎監督の映画、三吹義伝や、天皇皇后両陛下が、 映画の試写会に初めて訪れた花、道順次監督の日韓合作映画、あなたを忘れないなどがある。短編映画や CM などの監督、脚本、撮影など、精力的に活動している。短編映画では、最優秀賞の受賞歴もあり、国内外の映画祭で上映される。また、東日本大震災の発生直後から、被災地に入り、 災害現場で被災者と共に生活しながら、2年間、被災した動物たちの保護活動や、壊滅した自然環境の再生活動を行い、当時、瓦礫に覆われ、絶滅したと思われていた淡水型、イトヨが生息していた生流を復活させ、イトヨも無事に生息数を増やしている。東日本大震災以降、芸能活動よりも、 NGO 団体ライフインベスティゲーションエージェンシーでの活動の方が増えている。福島第一原子力発電所の警戒区域内でも長期的に活動しており、自身のブログで被爆していることを明かしている。また、警戒区域内での活動が海外から注目され、2014年3月にフランスのグリーンピースをはじめアナマルザスなどから招待を受け、 半原子力発電と警戒区域内で殺された動物たちについて講演や記者会見をしながらフランス、ドイツ、スイスとツアーを組んで行われフランス国内の高校で授業を行ったりテレビ出演するなどして現地のメディアで報道されたこのツアーはスイスのオートエコールペデガジックボでの会見が最終日に行われた ヤブキレンが活動中に撮影した写真も評価が高く、福島第一原子力発電所の警戒区域内で撮影した写真が、ウクライナ国立チェルノブイリ博物館に展示されるなどしており、カメラマンとしても、賞なども受賞している。また、軍事施設建設による自然破壊の代名詞ともなっている、ヘノコの現実を伝える写真集、沖縄、ヘノコの海は今にも、 ジュゴンの生息状況調査とカメラマンとしてキャンプシュアブ前の米軍基地建設予定地の海に潜って調査を行いジュゴンのハミコンなどの写真を撮影し写真集に参加しているこの時の調査では50本以上のジュゴンのハミコンが発見され記者会見なども行われ世界中に配信される大発見となったヤブキレンが代表を務めるライフインベスティゲーションエージェンシーは 長野県内に動物保護施設があり、殺処分される動物や、警察とともに動物犯罪者を摘発して保護した動物を飼育して、新たな里親を探すなどの活動を行っている。また、NGO 団体として、数々の新聞紙面やテレビ番組で取り上げられることが多く、2016年10月には、第17回ワシントン条約、 集約国会議 COP17 の開催に合わせて日本国内で蔓延している野生動物の違法取引について外国特派員協会で記者会見を行い日本は世界中で密漁されている野生動物のロンダリング国となっていると訴え訴えている2018年8月27日再び外国特派員協会で記者会見を行い 東日本大震災復興予算の流用問題で当時の水産庁長,長官2名を詐欺罪で刑事告発したことを発表した。矢吹連は情報公開請求で入手した資料に基づき復興予算として計上された約23億円のほとんどが実際には震災復興と無関係な南極海での捕鯨費や反捕鯨団体との訴訟費用などに充てられたと主張し、 復興予算の流用はうやむやにされ誰も責任を取っていない。当時の責任を問いたいと訴えた。2019年10月11日、和歌山地方裁判所、原告的確が認められないとして、訴えを却下。ありがとうございます。